ボルナソサは、クロアチアザグレブ出身のサッカー選手。VFB シュトゥットガルト所属。ポジションは DF。2018年5月14日、VFB シュトゥットガルトと5年契約を結んだ。年代別のクロアチア代表に招集されている。2018FIFA ワールドカップに臨む A 代表の予備登録メンバーに選ばれたが、23人の本大会出場メンバーからは外れた。 2021年5月7日、ドイツ国籍を所得。これによりドイツ代表でプレーすることが可能になったと思われたが、2020年11月12日のスコットランド代表戦に出場した時点で22歳になっており、FIFA フフ規約に抵触することから、ドイツ代表の出場資格がないと、ドイツ代表チームマネージャーのオリバー・ビアホフが認めたことから、 ドイツ代表入りの可能性が消滅。その後捜査は、クロアチアサッカー連盟に謝罪したものの、UEFA ユーロ2020のクロアチア代表には、選出されなかった。その後8月に 2022FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のクロアチア代表への招集が発表。9月2日ロシア戦で、クロアチア代表デビューを果たした。ありがとうございます。